俺って結構女にモテると思うんですよ。女にモテると思う。決してね、その自分の容姿がいいとか、イケメンだとか、そういうことじゃなくて、俺優しいから。よく病んでたりするけどさ、病んでたりするし、よくね、切れてこう物壊したりするして、こう怖い人って思われてるかもしれないけど、俺優しいから。基本は。ね、最近はこう、包容力というかさ、包容力っていうかね、私いよいよね、コメント欄の方でも数多くいただいておりましたね。マッチングアプリの方をちょっと始めてみました。ペアーズっていうアプリなんだけど、ついさっきね、登録しました。ほんでなんか口コミちょっと見たんだけど、なんか結構あんまり良くないみたいな、まあ、どのサービスにも言えることなんだけど、なんかね、強制的に退会させられて、なおかつ、なんつっての、個人情報引き抜かれたみたいな、なんかそういう、ちょっと悪い噂が結構書かれてたんで、まあ、ちょっと怖かったですね。っていうか、マッチングアプリってあんな感じなの？ちょっとね、登録してて怖かったっていうのをね、ちょっと今から、僕がマッチングアプリ登録している風景をちょっと皆さんにお見せしたいと思います。で、何これ？どんなお仕事していますかって、いきなりちょっと、いきなり上から上場企業、金融、公務員、コンサル、経営者、大手企業、大手会社、大手商社って、しかもその下ちょっと隠れてるけど、医師、弁護士、薬剤師って。ちょっと待ってくれよ。だからもう、これちょっと非現実的じゃねえか。こういう仕事ついてる人の方が人間少ないはずやのに、これ一番上に置いたらあかんやろ。しかもその下弁護士、会計、公認会計士、パイロット、なんか超上級の仕事ばっかじゃん。やっとその下になんか旅行会社、製薬、保険、不動産、建築関連、まあ、これもまあね、そこそこいい職業でしょっていうのがあって、結構下にね、学生がありました。で、次身長教えてくださいってね、ちょっとやめて、いきなりタヌカナいきなりちょっとこのタヌカナ基準やめてくれよ。まあでもどこのサイトもそうなんかな。まあ素直に174と書きました。周りの人からはどんな人と言われますかってね、難しいね。まあでもね、正直嘘つき合戦なんで、こんなとこね、アウトドアでその下に話し上手みたいなのあったから、まあそんな感じかな俺はな。で、次年収どれくらいですかってね、まあ学生なんで年収はないですね。まあ今のところ高卒かな俺はね、まあ大学生なんでね。はい、次あなたらしさが伝わるものを3つ選びましょうってね、なんか出てきましたよ。野球が好き、恋人がオタクでも気にしない、そしてまあお家でのんびりゲーム選びました。ちょっと待って、俺今気づいたんだけど、この趣味の隣にライフスタイル価値観ってあるのも全然気づかんかった。はい、これがね、僕の写真です。なんか中国人留学生みたいだね中国製留学人のタンさんみたいな、タン君みたいな、ヤン君みたい な感じがしますね。ちょっと待って、何これ、ちょっと嫌なんだけど、これこれちょっと嫌なんだけど、これこんなことせなあかんの、これちょっと怖いんだけど、めっちゃ怖いんだけど、普通にちょっと怖いわ。何これ、こんなことせなあかんの、超怖いわ。俺これ顔をさ、オープンにしてこれやんのなんかもうこれネタやん、これ。ちょっと怖いんだけど、マジで俺も顔出したくないよ、出してないやつ多いやん。まあこんな感じでしたね。なんかね、案外顔出してない女の子とか多かったんで、俺も正直顔出したくないよね。なんか自分の写真ってさ、これメガネ変えたせいかな、俺なんかすごい中国人みたいなんだよねうちの大学にいる中国人の留学生って、まあ言うちゃあるけど、結構こういう感じの人多いの。まあでもね、まあ正直ね、マッチングアプリにあんまり僕実は期待してないんですよ。だってまあ、桜とかいるじゃん、まあ、さっきも言ったけど、なんか金だけ抜き取られたり、個人情報抜き取られたら嫌なんで、まあできればラッキーかなって感じでね、まあやっていきたいと思います。で、一応なんか他にもね、なんだったっけ、タップルとかウィズとか、まあ、Tinder とか、まあいろいろあるんだけど、まあそんな違いはないでしょ。なんかね、Tinder に関しては昔僕なんかアイクっていう外人の配信者さんがいて、その人がずっとやってたんだけど、なんか Tinder はどっちかというとこうやりもくっていう感じのあれが多いらしいんですよ。まあ、そのアイクっていう外人の配信者が言ってたんだけど。なんで、まあ、そのね、
うん、まあ Tinder ちょっとないかな、うん、ちょっとね、あの彼女できそうな予感がしたんでね、まあ、今日は前祝いとしてね、乾杯したいと思います。今日はね、あのちょっとお酒を、はい、飲みたいと思います。まずこうやって泡立てて、俺ね、キンキンに冷えたねお酒が好きだから、もうぬるいの大っ嫌い、うん、冷たいってのがねいい。22年間あがき続けてきたね彼女なしからようやく脱却できるかもしれない。今までよく頑張ってきたな、お疲れ、乾杯。冷たい。いやー、ほんと長かったよ、俺ほんと辛かったんだぜ。結局1週間ほどやったけど、未だにマッチングすらしていません。